どうも、ヤマタです。はい。コミュニティデイ12月の内容が発表されてからですね、それ周りの動画をね、結構ね、あ、これもこれもこれも結構喋んなきゃいけないなと思ってね、それぞれ小分けで話しているんですけども、こちらの動画ではですね、コミュニティデイ、2018年と2019年に登場したコミデイさんのポケモンたち大量出現&全ての技を期間中覚えるということなので、じゃあ何作っときゃいいのと。全部作るのはさすがにもったいない時間だと。まずこいつらを用意しろと。どれが強いのかというようなね、質問やっぱりリプライとかでもいただきました。ということでですね、12月のコミュニティデイで最低限作る必要があるポケモンたち、こういうのをですね、少し紹介していこうと思います。まず前半部分はですね、コミュニティデイさんポケモンの中のもうこの、こいつらはもう、レイドとか、あとは事務戦とかで使うので、もう絶対取っとけと。もうマスト。初心者の方はマストで取っといてくださいと。作ってくださいというポケモンを紹介します。二つ目はですね、コミュニティデイってさ、あいつら、御三家、技同じじゃないですか。でもあいつらって御三家、まあ、技は同じとはいえ、個体値も違うし、タイプも違うということで、じゃあ誰がいいのと。御三家の中だったらドイツ作っときゃいいの、強さ的にっていうようなお話。最後にですね、PVP のことを視野に入れた場合、作っておくべきなのは何なのかっていうようなお話をしていこうと思います。ではまずは、最強コミュニティデイの限定技ポケモン。はい、こちら紹介していこうと思います。それではですね、コミュニティデイの最強技、作っておくべきポケモン。じゃあトップ、むずいなー。むずいなぁ。ごめんなさい、トップ2にさせていただきます。はい。それ以外にもちょっとね、説明したいポケモンがあるので、そういうのも後で補足するしますね。強いポケモンだけで言った後に補足させていただきます。第1位。はい、もういきなり1位いっちゃいます。はい。何を作っておくべきなのか。もうこれはズバリですね。メタグロスですね。はい。メタグロス。はい。ダンバルが最終進化するとメタグロスになりますが、こいつが覚えてるコメットパンチがですね、えぐい強いです。そもそもメタグロスがですね、鋼がついてて、鋼エスパーということで、ジム防衛に置かれているポケモンたちに対してガンガンこの攻撃で、攻めに行けるっていうのと、タイプ相性的にですね、その戦っていけるような場面っていうのは他にも結構あります。レイドでもね、メタグロス普通に適正で入ってくることあります。本人がね、技一技二のこう、組み合わせで普通にもうこいつ鋼最強なんじゃねえのというような状況になっておりますので、これはもうマストだと思ってください。なのでできるならば今のうちからですね、例えば、なんていうんですか、こう手持ちの、ね、中で高個体値とかをしっかりと厳選しておいたりとか、低個体値はこうトレードに出しちゃってトレードの時に豆もらえますよねっていうので獲得するようにしておいてください。で当日までにですね、できればね、これキラメタグロスじゃない、キラダンバルか、キラダンバルとかをちょっと用意しといた方がいいです。育成できるというか育成した方がいいポケモンばっかりなんで、今回は星の砂がですね枯渇する可能性があるんですよ。まだ初心者という方、まだまだその手持ちがない、そもそも、ダンバルのコミュニティで参加しなかったっていう感じの方はですね、前準備しっかりしていってください。ということで第1位メタグロスです。次まして第2位ですね。ぶっちゃけこれ1位と2位はね、手持ち次第でね入れ替わったりとかする人もいると思うんですけど、第2位バンギラスです。はい、もうトップ2ですね、この2つがね。多分バーッとラインナップ見た時に、はい、まず、はい、はい、バンギラス。はい、メタグロスって、もう速攻でね、思ってる方々の方が多分多いです。はい、すいません、なんかわざわざトップ2とか言っちゃってね。はい、もう多分誰でもわかるやつ。はい、バンギラス、撃ち落とす覚えますよね。はい、コミュニティデイになると撃ち落とす覚えるんですけども、これを覚えることによって、撃ち落とすストレッチのね、組み合わせ、バカ強いですね。岩タイプとしてですね、もうこの当時最強じゃね、こいつやばいよねっていう話になって、かつ、岩悪じゃないですか。悪タイプとしても噛みつく噛み砕くの構成がめちゃめちゃ出が早いので、使い勝手がいいということで、悪としても強い、で岩としても強い、まあ格闘が来られた時がバカ弱いっていう感じなんですけど、それ以外の時はですね、バンギラスだいぶ強いよねということで、結構言われていました。ということでこちらはですね、バンギラスは先ほどのメタクロス同様絶対に、持っていない方は作っておきましょうと言いつつ、撃ち落とすね、バンギラスの後のね、覚える奴らが出てきちゃったりしたので、バンギラスじゃないと絶対にダメかと言われれば、まあみたいなね、バンギラスじゃなくてもなんとかなっちゃったりでもするんですが、せっかく今回ですね
大量発生してまた作れるならば作っといた方がいいなというのが個人的な思いでございます。はい、ということで今挙げたメタグロスとバンギラス、これは必ずですねコミュニティで限定技、はい、限定技を覚えさせて、かつ、まあ高個体値の厳選やあと切らせて、コストを抑えた状態っていうのをですね12月の14、15までに皆様用意しましょう。で、コミュニティデイの技じゃないんだけど、こいつ最悪その高個体値だけ当日ゲットしといて後で、ね、進化でもいいんじゃないかなと思ってるポケモンが一種類います。それは何かというとですねマンムーですね。はい、ウリムーですね。ウリムー、イノムー、マンムーと最終進化になるとねバカでかいでこういうねやつになりますけれども、マンムーなんですけど氷の中でバカ強いんですね。でコミュニティで限定技のマンムーがね原始の力覚えてるんですけど、これがですねまあ、PVP でこうちょっと面白いよねっていう風になる技だったんですね。まあ実際そのバトル事務戦とかでこれがめちゃめちゃ刺さる瞬間っていうのはまあもちろんないとは言わないんですけど、基本的に氷とかに揃えてあげたりとかね、した方がまあ使い勝手がいいです。ただコミュニティということで飴が集めやすく、かつその出現する数が多いイコール高個体値が拾える可能性もありますよね。はい、あと卵から生まれやすいですということで、マンムーがね全然数がいないっていう方はコミュニティの技じゃなくてもいいので作っておきましょう。あとはですね、まあ、この2匹も一応お話ししとこうかな。コミデーさん技、海竜とボーマンダ、はい、2匹とも飛行とドラゴンですよね、の2つのタイプを持っております。こいつらがですね、覚える技ですよね。それぞれがですね、どっちだっけな、海竜が流星群で、ボーマンダが激輪だったかな。はい、それぞれドラゴンタイプのですね1ゲージの破壊威力が高いのと2ゲージ技小回りが効く割には威力が高いよってやつなんですけども、この2匹はですね一番最初ポケモン GO がね、だからボーマンダが実装された当初っていうのは2匹ともその種族値がまあちょっと近い立ち回りが結構近いポケモンだったんですよ。で一撃ドーンの威力がすごい高いボーマンダと小回りが効く器用タイプの海竜みたいな差別化してたんですけども、この技がそれぞれこうクロスする形でね覚えちゃったんですよお前もそっち覚えるんかいみたいな感じになったので、まあ、正直これは好みでいいレベルぐらいの火力差です。まあでも個人的にはボーマンダの方が使うことが多いかな。はい、確かボーマンダの方が若干攻撃の種族値が高かったので、は相手に対して与えるダメージで言うとそっちかなというところなので、皆様、ボーマンダと海竜これもちょっと作ってあげてもいいかもしれません。続きまして御三家の方を話していきましょう。はい、炎タイプ、水タイプ、草タイプ、それぞれですねコミュニティデイになると、ブラストバーンとハイドロカノン、ハードプラントっていう2ゲージのですね小回りの効いて威力の高い、コミデイ限定、御三家限定技を、覚えます。でそれぞれのタイプの中でじゃあ誰が強いんじゃいと、まず炎タイプですね、バシャーモン、リザードン、ゴーカザル、バクフーンと、はい、いう感じになっています。相手に対して与えられるダメージっていうところで考えるとですね、これねバシャーモが高いんですね。はい、バシャーモ、もしもこの4匹の中で一旦どれを厳選しようかな、キラとか用意しようかなって悩んだ場合はですね、僕としてはバシャーモと、自転があれかな、リザードンかなって感じでございます。バシャーモとリザードンだとですね、それぞれが、炎の渦と、ブラストバーンという技構成ができて、炎の渦結構強いんですよね。はい、でこの2つの同じ技構成をしていて、かつバシャーモの方が、攻撃の種族値が高いというところで、シンプルにダメージがね上がります。はい、相手に対して与えられるダメージがバシャーモの方が高いので、まあそっちの方がいいんじゃないかなというような感じでございます。はい、続きまして水タイプですね。はい、水ハイドロカノンを覚えられる御三家は、まずはカメックス、続きましてオダイル、そして水ゴロウですね。はい、ここにですね、ポッチャマが来ればね、また最後にねまた増えるんですけど、今のところ3種類でございます。はい、じゃあこの中で何を使うかってなってくると、おそらくねラグラージを使う人が一番多いですね。はい、ラグラージね、あれなんですよ、まあ種族値がねもう全体的にねまあ別に高いと、水地面タイプになっているので、まあ、草がぶっ刺さってるんですけど、耐久面も高い、かつ火力も悪くないというところで、一番使い勝手がいい水の現状ですね、ハイドロカノン持ちという感じになっています。なのでまずこれ作っておきましょう。ちなみにラグラージに関してはですね、レイドとかジムバトル用に作るっていうのももちろんなんですけれども、あっちですね PVP 用の例えばスーパーリーグ用に、1500以下のやつを作っておこうっていうのも、これもめちゃめちゃ有効なので、皆様作っておいてください。スーパーリーグ
リーグ1500以下のラグラージもおすすめです。そして、最後草ですね。草タイプだとですね、残念ながらメガニウムがですねちょっと攻撃の種族値が、物足りなさがあるんですね、っていうのがあるので、そこは一旦除外してしまって、ちょっとね残念なんですけど、僕もねあのメガニウムの前のねベイリフ死ぬほど大好きなんで本当は使いたいんですけどね、そこ入ってこないです。ということで不思議花ドダイトス、樹海員か、この3匹の中でじゃあ誰が一番攻撃の種族値高いのかっていうのを見たらですね、樹海員になってくるんですね。はい、ということでアタッカーとしてはまずは樹海員をですね用意してあげましょう。ただし樹海員ね、残念なことに耐久がちょっとね、少しだけ足りないかなと、ちょっととペライかなっていう印象になってしまいます。なので草タイプだけは実はちょっとあのこいつ一強っていう風にするのではなくて、樹海員、不思議花、そしてドダイトス、この3種類をですね一応ハートプラント用意しておいた方がいいと思います。ただね、あの草タイプってね、あの今ロズレイドがねめちゃめちゃ強いんですよ。あの攻撃の種族値の高さももちろんだし、草結び覚えるんですよね。で草結びも強いんですよね。で、あの種族値と相まってロズレイドバカ強い草タイプになっちゃってるんで、あのそのことを考えると、さっき言った3匹育てるのきついなと、別にコミュニティで他のところに注力したいというような人は、あの別に時期を選ばずに、あの高校太一を進化させれば、ロゼリアを進化させればロズレイドとしてね、葉っぱ買った草結びとかできますので、まあ、の捨てるのもありかもしれないです。そんなに頑張らないっていうのもありかもしれません。個人的にはスーパーリーグとかで不思議花とかも出てくるんですよ。なのでそっちも作りましょう。スーパーリーグとかで使えるような CP1500 以下のやつらも作っておきましょう。はい、ということでですね、まあ今回一応おすすめのポケモンたちをね紹介していきました。本当にあの最小限に一応抑えさせていただきました。例えばそのこの中で紹介しなかった、例えば、フライゴンがどうだとかね、そういったね、お話もですね、まあ結構あの僕が紹介しなかったポケモンの中でこれはこういうところが強いよっていうようなやつね、もしあの紹介したいって方はよかったらね動画のコメント欄の方に入れてあげてください。はい、あとそうだ忘れてた、PVP、 はい、PVP をもしもねスーパーリーグとかでやるっていう方はですね、ちょっと最後になっちゃったんですけども、ブラッキーをね、こちら当日用意した方がいいです。あのとっておきを覚えたブラッキーがですね、スーパーリーグ隊めちゃめちゃ使います。まあ、あの一旦取っとかないとですね、これはねマジ困るレベルの感じになってきます。これはですねもう一旦皆さんも作っておきましょう。スーパーリーグでとっておきの、ブラッキー、はい、これコミュニティで、まあ、の初日にですね例えばイーブイをね拾ってこれたら、そいつをねそっちにするってのでもいいと思います。1日あればまあ10キロ歩けるって方はまあまあいるとは思いますので、土日の日曜日の方だったらできるって方いらっしゃると思いますので、こちらは必ず用意しておきましょう。ということで、今回はですね、コミュニティデイ12月に登場する奴らの中で何が強いんじゃいということをね、まあいろんなところでちょっとピックアップしながらお話しさせていただきました。僕はですね、あのメタグロスに関してある程度厳選終わってるんですけども、御三家の奴らですよね、ハードプラント持ちとブラストバーン持ちがもう一息ね揃えたいんですよね。もうちょっと層を厚くしたいので、今回そいつらをちょっといっぱい作るかもしれないですね。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりだと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。